Know me. Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. Layers, it's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer, and everything's so much easier.今回はですね、大野農園っていうフルーツの農園とティートリコっていうフルーツティーフレーバーティーの専門店がコラボしたリンゴのフルーツティーをいただいてます。もちろんリンゴもそうなんですけども、ドライマンゴーとかドライパパイヤ、ドライパイナップル、ハイビスカスとかも入って一つのフルーツティーになっています。でですね、このですね、大野農園とティートリコのコラボレーション自体はアップルティーだけじゃなくて桃と、あとこれ梨かな、梨の3種類があります。で、今回はですね、まあちょっといただき物なんですけども、リンゴのアップルティーをもらったので、いただいてます。すごく香りが爽やかで、リンゴの香りとか甘みとかももちろんするんですけども、ハイビスカスのね、適度な酸味があって、非常に飲みやすいフルーツティーだなと思いました。まあ、中にね、直接ドライフルーツが入っているので、そのままこうカップにね、直接入れてから注いじゃってもいいですし、今回みたいにポットに入れて注いでも美味しいんじゃないかなと思います。このね、中に入ってるドライフルーツ自体はそのまま食べることもできるので、スプーンですくってシャキシャキとしたね、食感も楽しむことができます。あんまりね、フルーツティーとかフレーバーティーっていう普段から飲むわけじゃないんですけども、結構ね、これはもうそのまま中のね、ドライフルーツが食べれるっていうこともあって、結構僕今回感動しました。なかなか面白い紅茶だなと思ってます。それに美味しいしね、1袋ね 50g なので 5、6 杯飲める計算になるんですけども、また切れたら次はアップルじゃなくて桃とか梨とか試してみようかなと思います。はい、ということで今回はこちらの大野農園とティートリコのコラボレーションのフルーツティーのご紹介でした。この動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。